Osaka. 85.1. FM Osaka. FM Osaka. Akane Club. Make it easy. Akane Club. こんばんは、振付師のあかんです。4月13日月曜日夜6時を回りました。今日もアカネクラブ元気に飽きていきたいと思っております。甘がみ。先週はですね、コピーライター、ディレクターの岡地さんこと岡島幸喜さんにお越しいただいて、コピーライターとは何ぞやというね、話を聞かせていただきました。すごく面白くて。そうですね、コピーライターという、なんか、どういうお仕事なんだろうっていうとこも知れたし、なんか私のその振付師とのその共通点みたいなものもね、いろいろ、分かったかなって感じでした。はい。皆さんもね、なんかこんな職業の人の話聞いてみたいとか、なんかまたあったらね、教えてほしいと思います。さて今日はですね、ディズニー&ピクサー最新映画、2分の1の魔法の声優を担当された、城田優さんからのメッセージをご紹介してと思っております。もう城田優さん、もう言わずと知れた、もうかっこええ、男前、そして歌もうまい、ダンスも踊れる、ミュージカルもすごい、もう何もかもがすごい俳優さんでございますが、はい。これ、アカネクラブに送ってくれてるんですよね。いやー、ちょっとどんなものなのか楽しみにしたいと思います。そしてですね、映画2分の1の魔法のノート&文具セットを3名様に、プレゼントしたいと思います。本当に可愛いデザインになっておりまして、お子様にプレゼントとかもしよかったら、あとまあ全然もうこの2分の1の魔法を楽しみにしてるというねピクサーのファンの方やったらこう喜ぶんちゃいますかね、FM 大阪のホームページのリクエストをクリックしてアカネクラブを選んで住所、名前、電話番号を書いて送ってきてください。2分の1の魔法グッズ欲しいというふうにねちゃんと書いて送ってきてくださいよ。もうこれ可愛いですからね、はい、送ってきてほしいと思います。これちなみに2分の1の魔法はまだ公開されてないんですよね。だいぶ延期になってて、それ近日公開なんですね。じゃあまあその近日公開の間ちょっとこのグッズでねもう心を盛り上げてほしいと思います。さあそれでは1曲いきたいと思います。2月にですねこのアルバムがリリースされたそうでございます。サムスパローからですね、まあ私もこの2月にこのアルバムが出て、ブームボックスエターナルっていうね、アルバムからの一曲なんでございますけれども、このアルバム自体結構ね、なんか80年代のニュアンスというかね、全曲なんかそういう、ちょっとこう懐かしい感じの楽曲になってますので、皆さん聴いてほしいと思います。アルバム、ブームボックスエターナルからこちらの一曲、サムスパローのプレッシャーです。FM 大阪からお送りしておりますアカネクラブ、振付師のアカネでございます。さてまあこの1週間の私でございますけれどもね、やはりちょっと自宅でのそのおうち時間がすごく長くて、さてどうしようと考えたんですね。まあもちろんもう音楽を適当に流して体を動かすっていうことももちろんしておりますが、まあこれを機になんか新しいことを始めてみようじゃないかと考えたわけでございますよ、私もね。で、実はちょっとずっと前から気になってたものがありまして、それがですね、パッド、DJ とかがこうよく使ってる音を、こう例えばドラムとかピアノとかがもともと入ってる音を指一つで演奏できるっていう、まあ楽器みたいなね、機械があるんですけれども、そちらランチパッドというやつをね、私購入いたしまして、結構いろいろある中でも、手頃な方なんですよ。それでもまあ2万円ぐらいはしたんですけれども、もっと高いんですよ本当に、プロが使ってるやつは。なんでそれを買ったかと言いますと、私がその YouTube まあ結構見てる中で、もうずっともう何年も前から実はすごくファンだった YouTuber さんがいらっしゃいまして、その方が瀬戸康史さんという YouTuber なんですけれども、その方結構ゲーム実況もするし、あとすごく家電オタクなところがありますので、まあいろんなカメラのことだったりとかおすすめしてる人なんですね。でその人すごく音楽にも詳しくて、でそのランチパッドをとか、まあ、それ以外のなんかそういうパッドをかなりプロ並みに
こうやられてるんで、でその方が半年ほど前のに投稿されてるやつでランチパッド新しいのが出ましたみたいなのがこう投稿されてまして、でまあそれ見てちょっとなんか欲しいなと思って買いました。でまあちょっと毎日のようにいろいろやっては見てるんですけど、かなり難しくてですね、それは、うん、まあちょっといつかね、このあかねクラブでもその何ですか、ランチパッドでパッド演奏してるところをね聞かせれたらなとか思ってますけれども、実家とかでこうずっと叩いたりとかしてやってるとね、すっごく文句言われますよ、母に。うるさいねんみたいな、いつまでどんしゃかどんしゃかやってんねんみたいな、下手くそやなとか言われたりとかして、まあちょっと下手くそなのは仕方ないですけれどもね、自宅時間にしっかりとこう練習してやりたいと思っております。はい、そちらでございます。あとですね、ちょっと本もやっぱ読みたいなってことはありまして、ダンス界のレジェンドと言いますか、本当にもう大先輩のマシン原田さんという方がいらっしゃるんでございますけれども、もうこのダンスをしている方は知らない人いないですね。アドイヒップの社長でございます、マシン原田さんの本がね、35年間ダンスを踊り続けて見えた夢の掴み方という本がございまして、そちらを、はい、読ませていただきましてですね、かなり面白かったんですよね。それが結構ダンスしてる人もそうやし、例えば音楽活動とか若者たちにぜひ読んでほしい本です。それこそそうだ、これ言ってなかった、冒頭に言おうと思ってたんですけど、新入社員の方おめでとうございます。でも新たなね4月入りまして、新しいこともやらなあかんし、必然的にねいろんなことを覚えるような状況にございますが、やし、あとそれ以外の人とかも新しいことしたいなっていう人もね、このやっぱね本読むとねすごくやる気が湧いてきました。ダンスという観点からしてもね、すごくためになることがありまして、例えばまあ伸びるダンサーね、ダンスしててまあなんか感情表現とかね、ダンス上手くなるにはどうすればいいのか、感情表現やっぱ大事よねっていうところもありますけど、やっぱり基礎が大事だよとか、でも基礎ばっかりやって技術が上手くなりすぎても、それがそのダンサーとして魅力的につながるかどうかは違うと、経験とダンスの技術を極めることで魅力的にダンサーになるみたいなこととかね、本当面白くて分かりやすくて1日ですぐ読めちゃうぐらいすごく分かりやすい本なので、私も本当は本読むの苦手な方なんですけど、めっちゃ読みやすかったです。字もそんなに細かくないので読みやすかったので、写真もいろいろあったりして、だから皆さんぜひね、ダンスやられてる方も、まあそうじゃない方もちょっとこれ見てね、あとダンスに興味があるよっていう人とか、これぜひ読んでほしいなと思います。マシン原田さんのね、 Amazon とかでも売っておりますのでね、ぜひチェックしてほしいなと思います。はい、そんな1週間でございました。もうなんかね、家の時間が長くなってさ、さてどうしようとか、今だからさ、これもいいなと思ったのが、体を動かす人したいなっていう人に必見なのがね、結構スポーツ選手とかは一緒になってそのオンラインで鍛えるみたいな、なんか配信してたりとか、インスタグラムとか、最近はそのズームっていうアプリでしたっけね、なんかそれを使って配信されてるスポーツ選手がいらっしゃったりだとか、あと、まあ、芸人さんもそうですよね、配信してたりもそうだし、あとそのダンサーとかでも結構配信でオンラインレッスンしてる人もいますので、なんか普段東京の先生とか海外の先生とかでこうあんまりね、わざわざ受けに行くことできない先生も配信してて、あ、すごくいいなとか思いましたので、はい、なんかそういうのでね、体も動かせたらいいなと思います。今日はディズニー&ピクサー最新映画1/2の魔法の、ノート&文具セットを3名様にプレゼントしておりますので、皆さん欲しいというふうに書いてね、送ってきてください。皆さんのメッセージもお待ちしております。今月のメッセージテーマはおすすめアプリでございます。おすすめアプリ何でもいいので教えてほしいと思います。 FM 大阪のホームページリクエストをクリックしてあかねクラブを選んで、住所、名前、電話番号を書いて送ってきてください。そして、メッセージを送ってくださった方から抽選で、3名様の方に、私のサインステッカーもプレゼントしたいと思っております。ということで、ここで1曲いきたいと思います。歌詞がすごく響きます。
はい、そんな曲だと思います。あとこの曲の振り付けがすごく好きなんですよ。可愛くて、クリエイトボーイさんの振り付けでございます。そちらもチェックしてください。 NMB48 で母校へ帰れ。 FM Osaka 85.1 アカネクラブ FM Osaka アカネクラブ、FM 大阪からお送りしておりますアカネクラブ、振付師中谷です。さて大人気企画なんですか、これランキングにごちゃごちゃ言っていきたい団子茶のコーナー。久々ですかこれ。そうでもないか。はい、同じ毎度おなじみ団子茶のコーナーでございますが、後ほどですね、ディズニー&ピクサー最新映画2分の1の魔法の声優を担当された城田優さんからのメッセージとノート&文具セットのプレゼントをしているということで、団子茶今日のテーマは使ってみたい魔法ランキングトップ10をご紹介したいと思います。まあなんかこれ前ワンピースのやつ似てません？ちょっとワンピースのなんか何だっけ、あれ似てますって。まあやってみましょうかね。使ってみたい魔法ランキングトップ10 Here we go。 第10位動物になる。第9位物を動かす。第8位別の人物になる。第7位動物と話をする。第6位時間を止める。ここで一旦時間を止めるとか、こんなまだ6位の話なんや。結構なんか多いのかなと思ったんですけど、だって時間止めれたらめっちゃ良くないですか。めっちゃある、そんな時時間止めてもう作業したいとか、時間止めて寝たいとか、もうそんなんできたらえぐいでしょ。時間止めてる間に寝る、ほんで一生時間が過ぎていくと稼働していくか。でもその間って自分自身は時間動いてるってことやから、歳は取るんかな、取るのってなったらちょっとやばいな。同級生がまだ若いのに自分だけごっつ老けてくるみたいな現象起きてくるのかな。ちょっとそれはどうやろうな。でも時間止めるはいいですね。あとは動物と話をする、これいいな。私もあの実家でペット飼っております。ワンちゃんをマロニーちゃんって言うんですけど、マロニーちゃんとお話ししてみたいですね。何を考えてるんだかって感じなので、すっごくね、あのうちのペットの話になるんですけどね、もうね、なんか魔の弱っていうかね、もうおいでとか言っても絶対来ないんですよ。本当にやんちゃ坊主って、女の子なんですけどね、ちょっとそう飼い主の私に似たってね、よく言われますよ本当に。まあちょっとね、確かにこの魔法はいいなと思いました。じゃあ次第5位から行ってみたいと思います。使ってみたい魔法ランキング第5位、一瞬で部屋を片付ける。第4位透明になる。第3位空を飛ぶ。第2位瞬間移動。そして第1位過去未来といった違う時間に行く。第5位の一瞬で部屋を片付けるというのはまあいいですけれども、どういったその配置とかどういう具合で片付けられるんでしょうね。もうそのままボンって中に入れてとか、それどうなんやろな。それはだから物を操れるみたいなことの魔法なんじゃないですか。わかりませんけど、それが第5位か。第4位透明になる。まあまあ、でも透明になって何をするかですよね。その犯罪地味たことをしたいのか。1位の過去未来といった違う時間に行くっていうのはもうこれは夢ですよね。もうドラえもんとかでよく出てくるタイムマシーンみたいな話ですけど、まあ私もだから過去か未来どっちに行きたいかって言われたら、怖いけどちょっとやっぱ未来見てみたいかもしれませんね。やっぱ過去に行ったところでその変えることできないじゃないですか。でもしそれでね、その変えてしまうと現在に戻った時に自分死んでるかもしれませんからね、わからないんで、
過去はちょっと多分できないんで、未来を見て現在に戻ってちょっとなんか変えれるようにするかとか知らんけど、まあ魔法ですからね、そんなことありえない話ですけど、まあそういう話しがちかな。はい、ということでございました。以上ランゴちゃんのコーナーでございました。この後城田優さんですね、楽しみでございます。それではここで1曲、アースウィンドアンドファイヤーでファンタジー。 FM Osaka 85.1 Akane Club Akane Club FM Osaka Akane Club FM Osaka からお送りしております Akane Club、 振付師のあかねです。それではお待たせしました、待ってました、ディズニー&ピクサーの最新映画2分の1の魔法の声優を担当された城田優さんからのメッセージをご紹介したいと思います。イエーイ。城田優さんと言いますと、やっぱりもうね、先ほども言いましたけど、めちゃくちゃイケメン、イケメンだけど実力派俳優でございますし、本当にいろんな役されてますからね。うん。そしてですね、なんとそのうちのマネージャー、敏腕マネージャーですよ、平田が城田優さんの大ファンでございまして、はい、もうそうですね、会ったことはないんですか、なんか見に行ったことはあるんですか、舞台も見に行ったと。そんな好きなんですね。それぐらいも舞台から何から見に行ってる城田優さんの大ファンでございました。はい、ということで、それはマジでどうでもいいんですけどね。はい、ということで早速城田優さんからのメッセージをお聞きいただきましょう。まずは城田優さんの大阪といえばランキングトップ3をお聞きしましたのでお願いします。どうぞ。あかねさん、 FM 大阪あかねクラブのリスナーの皆さん、そしてあかねさんのマネージャーの平田さん、こんばんは、城田優です。ということで、私はじめましてですね、あかねさん、そして皆様はじめまして。あかねさんのことはですね、テレビで何度か拝見してまして、あ、すごくこう個性豊かなと言いますか、こう学生たちにこう熱心に振り付けをされてる、動画を僕は見たんですけども、なんかすごくお友達になりたいっていう印象を持ちました。とてもハッピーでおおらかで、なんかいつか振り付けしてもらいたいと勝手に思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。そしてなんか聞いた風の噂によると、マネージャーさんの平田さんが私のファンだという話なんですけど、これビジネストークじゃないんでしょうか。平田さんよかったら後で080、あ、これ他の人も聞いてるんだ、ちょっと個人的にまた連絡させていただきますが、これからもぜひファンでいていただきたいと思います。さあ、ということでこの番組では最近ランキングにハマってるというふうに聞いたので、僕自身もちょっと今日やってみたいと思います。題して、私城田優大阪といえばランキング。今コールおかしかったね、もう一回やろう。題して、私城田優の大阪といえばランキング。一人だけ拍手しておりますが、まずはですね、大阪といえばの中でも、まあ、やっぱり食べ物、これジャンル分けしてます。食べ物からいきたいと思います。大阪といえばの好きな食べ物第1位。あ、ごめんなさい。もうこれね、ランキングなんですけど、第1位しか発表しません。第1位は、ダラララララ、でーん、たこ焼き。すみません、安牌で。たこ焼きはやっぱりね、大阪行ったら食べたくなりますね。よく行くって言ったら嘘になるのかもしれないけど、でも大阪に行ったらほぼほぼ必ず行くたこ焼き屋さんがありまして、なんて言ったらいいんですかね、あそこは、まあ、言っちゃうとなんかこう今後行きづらくなるから言わないんですけど、ほんとなんてことないカウンターとテーブル席がちょんちょんってあるところで、メニューもたこ焼きとイカ焼きぐらいしかない感じの、こうすごく静かと言いますか、おじさんがこう仕事終わりにビールとたこ焼きみたいな感じでこういつも宴会してるようなところに私もおります。よく山崎育三郎とかその辺の人たちと共演してる時は一緒に行ったりしていて、まあ、ミュージカルでね、こう割と大阪に行くことが多いので、よくたこ焼きを食べてます。さあ続いて、大阪の好きな場所第1位、ドルル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 ル
ということで、こちらもですね、先ほどちょっと軽くお話しましたミュージカルで一番行く街が梅田なんですよ。これ偶然なんですけど、もちろん梅田以外にも劇場はたくさん数多く存在してますし、僕自身いろんな劇場で公演させていただいてるんですけど、圧倒的に公演数が多いのが梅田芸術劇場なんですね。なので梅田に滞在することが非常に多く、もはやなんか軽くだったら人にこうここにこれがあってとかって説明できるぐらい、結構ね梅田の街は散策していて、休演日とか自分の公演が1公演しかない時とか、もしくはダブルキャストとかだったりすると公演がない日とかがあるわけですよ。そういう時はこう買い物に出たりとか映画を見に行ったりとか、結構ね梅田をプラプラしてるので、その辺にもし僕みたいな、まあ、僕190センチあるんですけど身長が、あれ城田優っぽいぞっていう人がもし梅田にいたら、それは間違いなく城田優です。ですのでぜひ声かけてみてください。はい、続きましてと言いますか、これが最後になります。好きな関西弁第1位ドルルルかまへん。意外性をつきましたね。はい、好きやでとかそういうんじゃなくてですね、かまへんかまへん、なんかね大丈夫っていう言葉よりもかまへんの方がこうなんかすごいスパーってこういくじゃないですか。日本語ってちょっとこうなんていうんですか、皆まで言わない精神というか、こう謙遜心とかが美しいと思われているから、なんかすごくこう 100% をはっきり断言してこう断ったりとかできないじゃないですか、なかなか。まあ、言葉がすごく美しくできているから、関西ってなんかそこがないというか、なしならなし、ありならありってすごいはっきりしてて、かまへんって言ってる時は本当に大丈夫なんだなみたいな、あーかまへんかまへんみたいなさ、なんかそういうノリがすごく僕好きで、いつも言いたくなります。あとはね、個人的には大きにっていう言葉も好きですね。お店から出るといつも声かけてくれるんですよね。店員さんとかよく行くお店の店長さんが大きにって言ってくれるのが、なんか東京だとね、ありがとうございましたとか、もう本当にちょっとなんかちょっと他人行儀って言ったらあれなんだけど、どうしても敬語になっちゃうから、やっぱ大きにってこうすごく距離が近い感じがして好きです。ということで、唐突ではありましたが、以上私城田優の大阪といえばランキングでした。やばい、やばくないですか。本当に城田優さん大きいでございました。大きに言わなあかんね、これから。ちょっと待って、ちょっと一つずつ整理していくと、まず私のことを知ってくださってた、これですわ。最後にはその振り付けまたやってほしいみたいなことも言ってましたね。そんなんちょっと恐縮すぎてちょっと無理かも。無理かも、それはオファー来てもちょっと断るかも。ダメダメじゃないの、日田さん、あなたも何ちょっと090やったかなんか言ってたやん。信じられへんねんけど、平田さんまでなんかそのコメントいただいて、おかしい。やでも本当に感謝ですね、これは。嬉しい、ありがとうございました。もう感無量、アカネクラブやっててよかったですよ、本当に嬉しい。こんなことないですよね。えで、大阪でミュージカルのために梅田によくいるということですから、実は190センチもあるんだと本当確かに目立つでしょうね、その辺歩いてたとしても。ちょっと、まあ、城田優さんにもし今後ね、もしどっかしらの現場でお会いしたらどうしましょうかね。本当に私まず挨拶しに行かないとダメですからね、そりゃ。やばい、ちょっともうちょっと興奮します、今絶賛ありがとうございました。それでは続いて映画2分の1の魔法についてお聞きしたいと思います。それでは城田さんお願いします。さあ、そんな私城田優が今回ディズニー&ピクサー最新作2分の1の魔法に吹き替えで参加しております。この作品ですね、どんな作品かと言いますと、2分の1の魔法なんじゃそりゃということだと思うんですけども、2人の男の子の物語です。この2人が合わさって、1になると僕は思っているんですけども、2分の1のイアン、2分の1のバーリー、そして2人が、力を合わせることで1つになる、そんな物語です。いや、どんな物語やねんっていうことだと思うので、手短にお話しさせていただきます。何をやってもうまくいかず自分に自信が持てない少年イアン、
そして、陽気でいつも明るく魔法オタクな兄バーリー、この2人の兄弟の物語なんですが、かつて魔法が存在していた世界が舞台となっていて、イアンは16歳の誕生日、亡き父からあるプレゼントをもらうんです。それを開いてみると、そこには魔法の杖と一つの石が入っていて、これで私を1日だけ復活させることができるよと手紙が残っているんですね。そしてイアンとバーリーは、とてもテンションが上がり、その杖を使って父を復活させようとするんですが、てんてんてんといったところなんですけども、この2人が、冒険に、1日だけ父親復活させる冒険に出て、途中いろんなハプニングに見舞われながら、最終的に父親復活させることができるのか否かという、物語なんです。この、冒険の中でイアンがすごく大人にと言いますか、成長をしていく姿っていうのが非常に僕は印象に残っていて、バーリーは変わらずずっとこう、イアンのそばで見守り続けるんですが、この何をやってもうまくいかない、自分に自信が持てないイアンが、どんどんこの物語の中でいろんな人と触れ合い、そして、自分にとって大切なものを守るために、強くなっていく姿、非常に、皆様にも共感していただけるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ劇場で大切な方と、見ていただきたいです。一人でももちろん構いません。きっと誰か、見終わった後に自分の素敵な人、自分の会いたい人に会いたくなる作品、そして大切なものって意外と近くにあったんだなときっと感じることと思います。最後涙なしでは見られないので、ぜひハンカチを持って、劇場に遊びに、来てください。そしてですね、この2分の1の魔法、先ほどお話ししたように兄弟2人の話なんですが、その大事な大事な兄弟の役を志尊淳くんが演じております。何をやってもうまくいかない弟イアンを志尊淳くんが演じてるんですが、なんと私城田優と志尊淳は実際に兄弟のように仲が良くてですね、こうやって言うとすごくビジネストークっぽく思われてしまうんですが、本当に週に 3,4 回は連絡を取っていたりとか、多い時だと週5ぐらいで会ったりとかしてるくらい、講師ともに仲良くしていて、だから最近このディズニーピクサー作品2分の1の魔法の宣伝といいますか、でテレビに出たりとか雑誌の取材を受けたり一緒にするとすごくこっぱずかしいといいますか、普段はプライベートでいつも会っているので、お仕事をするのがすごいなんかこっぱずかしい気持ちで、最初の数日間はね、お互いになんかすごく照れを感じていたくらい、本当にこう家族のような存在なんですね。だからこそ、こう本当の兄弟のような絆を、バーリーとイアンという役を通して演じることができたと思っています。手前味噌になってしまうんですけど、この二人の兄弟のバランスが試写を見た時にすごく素敵で、まあ、自分を素敵って言ってしまうとすごく気持ち悪いんですけど、ただ本当にこう兄と弟のなんかバランスがすごく良かったんですよ。だから あんまり僕自分自身の作品とか自分が関わった作品のことを褒めることを気持ち悪いと思ってしまうタイプの僕が、こういうので間違いありません。ぜひですね、そんな純ちゃんとの2人の絆も楽しみにしていただきたいと思います。はい、城田優さんありがとうございました。私もですね、映画2分の1の魔法を試写会で見させていただきましたけれども、本当に最後ね、涙なしでは見れなくて本当に泣きました。一人でポロポロと。兄弟愛もすごい良かったし、なんか最後 もうクライマックスもね、いや良すぎたんですよ。本当に皆さんぜひ見に行ってほしいと思います。これは家族とかで見に行けるんだったらそれでもよしだし、本当に大切な人とぜひ見に行ってほしいなと思います。最後になりました。この映画2分の1の魔法エンドソングが、なんとスキマスイッチさんの全力少年になっております。この歌の歌詞を試写会終わって最後こうエンドロールで流れてくるときに歌詞も一緒に出てくるんですけど、その歌詞を見ながら初めて歌を聴いたんですね。そしたらなんか今まで何度もこの曲を聴いてるのに、こうなんかスッと心に落ちてくるというか、不思議な感覚でした。この映画を見終わった直後だからこそ感じられる何か気持ちみたいなものがこの全力少年には詰まっていて、だからこそこのエンドソングに決まったんだろうなと、その時確信しました。ぜひ最後の最後、エンドロールが終わるまで映画館で楽しんでいただきたいと思います。
それでは最後スキマスイッチの全力少年を聞きながらお別れしたいと思います。塩田優でした。映画2分の1の魔法は近日公開予定ということでございますので、皆さん楽しみにしててください。また今日は映画2分の1の魔法のノート&文具セットを3名様にプレゼントしますので、欲しいという方は FM 大阪のホームページのリクエストをクリックして、あかねクラブを選んで住所、名前、電話番号を書いて送ってきてください。はい、以上でございました。本当に城田優さんね、ステージ送ってきてくださってありがとうございました。 FM 大阪 85.1 あかねクラブ、あかねクラブ、 FM 大阪、あかねクラブ。FM Osaka 85.1 アカネクラブ。それでは1曲、4月15日にリリースされます8枚目シングル、ラストアイドルで愛を知る。 FM 大阪からお送りしましたアカネクラブエンディングです。ということでラストアイドル、私振り付けしております愛を知る、いよいよ8枚目シングル発売されます。カップリング曲の方もですね、いろいろとありまして、壁を知るだとか、壁を知るじゃなかった？確かに愛を知るに引っ張られちゃった。カップリング曲、壁は続くだとか、あと雑誌3社連動企画のカップリング曲3曲も入っておりますね。結構ミュージックビデオは YouTube にちょっと少し公開されてるのを見るんですけど、すごく3曲ともめちゃいいんですよ。振り付けも可愛いし、めちゃくちゃそれぞれの良さがあるので、ぜひねそちらもチェックしてほしいと思いますよ。ミュージックビデオだったりとか、あと今 ABEMA とかね、 TVer とかで公開されております。ラストはよろしくとかもぜひチェックしてもらえたらと思います。ということで皆さんからメッセージお待ちしております。ちょっとこの自宅待機時間の中でなんかいろいろ感じたこととかさ、あったら送ってほしいなと思いますよ。おすすめのアプリなんですけど、私から紹介していいですか？自分で音楽作りたいというようなね、まあことがある中で、サンプリングって言って、例えば音楽とか、自分の声とかを、一つずつ録音していって、ボタンをポチポチ押していって、曲を一つ作るみたいな、があるんですけれども、そのサンプリングのアプリがありまして、これちょっと有料アプリになるんですけど、コアラというアプリでございまして、これも瀬戸康史さんがおすすめしたので、そこを購入したんですけれども、はい、こちらでごちゃごちゃ遊び音を録音しながら音遊びするっていうのとかをしてます。興味ある人はね、ぜひ瀬戸康史さんの YouTube から覗いてほしいなと思います。コアラですね。コアラのサンプリングがすごかったっていうのがね、はい、ありますよ。あとなんかマネージャーの平田、また出てくるんですけど、なんか出てくるね、平田がね、おすすめっていうか、なんか面白いの見つけたということでね、Google のね、普通に検索のところから犬とかクマとかね、検索してもらっていいですか？そうしたらですね、なんか実際にリアルな犬がですね、実物大の犬が目の前に迫ってきますという、なんか出てくるんですよ。3D 表示みたいな。それを押していただくと、今、目の前に、まあ、言ったら部屋の中でも外でもいいんですけれども、そこに、アプリ、というかその携帯のスマホの中からですね、犬が実際に出てくるっていうような、割と、どうでもいいアプリなんですけど、じゃでもちょっと面白いんですよ。机の上にこう乗ったりとかして、結構でっかいクマが現れたりとか、ライオンとかもあるんかな、わからへんけど、なんかちょっと気になった方は Google で普通に検索してもらったらだから出てきますのでね、それもよかったやってください。あとなんか皆さんもね、こんなアプリやるよとか、こういうゲームいかがですか、ゲームとかも教えてほしいかな。あとなんかやっぱみんな集まれどう盛りやってんのかな、集まりなってんのかな、わからへんけど、まあそういうのとかもあれば送ってきてほしいと思います。ということで今日はね、映画2分の1の魔法、城田優さん登場してもらいましたけれども、2分の1の魔法ね、公開を本当皆さん楽しみにしててほしいと思います。そして2分の1の魔法のノート文具セットを3名様にプレゼントしておりますので、皆さん欲しいという方はね、その馬を描いて送ってきてほしいと思います。
FM 大阪のホームページリクエストをクリックして、あかねクラブを選んで、住所、名前、電話番号を書いて送ってきてください。メッセージを送ってきてくださった方の中から抽選で3名様に私のサイン入りステッカーをプレゼントします。これ FM 大阪に変わったから、またちょっとデザインもちょっと変わるんですかね、若干。わかんないですけど、もうすでに持ってるよっていう方もね、もう一度送って、新しいのをゲットしてください。ということで、今日もあかねクラブ楽しかったです。来週も月曜日夜6時にお送りしますので、皆さん聞いてください。お相手はあかねでした。バイバーイ。